ハッピーハロウィーン。お菓子の準備しよう。うん、いっぱいあるよ。よし、準備できた。レオ、ん？食べる前に手を洗わなきゃ。そうだね。わー、おいしそう。お菓子がなくなってる。お菓子を持っていったのは誰だ？パンダさんかな？違うよ。クマさんかな？違うよ。ウサギさんかな？違うよ。トラさんかな？ウサギさんだ。わあ、おいしそう。お、お菓子がなくなってる。お菓子を持っていったのは誰だ？ウサギさんかな？違うよ。トラさんかな？ちゃうで。パンダさんかな？違うよ。クマさんかな？お菓子がなくなってる。お菓子を持っていったのは誰だ？クマさんかな？違うよ。違うよ。パンダさんかな？違うよ。違うよ。ウサギさんかな？違うよ。違うよ。トラさんかな？パンダさんだ。お菓子がなくなってる。お菓子を持っていったのは誰だ？ウサギさんかな？違うよ。違うよ。クマさんかな？違うよ。違うよ。トラさんかな？違うで。パンダさんかな？
うさぎさんだ。トラさんだ。ピンポン。ねえレオ、スーパーにお菓子買いに行かない？うん。行く行く行く。行く。一緒に行こう。うん。ポテチいっぱいあったんだね。うん。これもでかっ。ちっちゃいのないのか。あ、ここにあるじゃん。このサイズじゃない？合ってた？迷っちゃうね。これ。そのお菓子は何？ポテト、チップ、ポテト、コンソメ味。ポテトチップスの小さい版？うん。次のお菓子は？長っ。長くない？札幌ポテトバーベキュー味。美味しそう。うん。で、よく買える。で、次はポテトチップスクリスプコンソメパンチ。コンソメパンチ。パリッと弾ける。次はね、次は何だろう。まだ長いね。このね、1歳からの札幌ポテト。1歳から食べれるの？これバーベキュー味で、これがバーベキュー味じゃないやつ。で、これがまた長い。また長い。ハッピーターン。うん。レオ好きなんですかね。よくレオも食べてる。で、これがね。うん。さっきと似てるね。これとちょっと味が違います。チョコレート？ホワイトチョコだ。で、次がレオがよく買う。うす塩味。レオの好きな。片揚げポテト。あやもそれ好き。
あ、いや、よく買ってるもんね。で、次は、あ、キノコの山。キノコ、キノコ。わあ、見て見て、毒キノコ、毒キノコ。あやん、タケノコの里も好きだよ。レオのキノコの山。レオキノコの山？うん。だってね、キノコの山。で、レオがね、よく食べるじゃがりこだ。ほんね、じゃがバター。じゃがバター味？うん。で、これが。それ何？あ、ラムネみたいなやつ？うん、ニコニコヨーグレットが入っていたらラッキーこれ、ニコニコヨーグレット、笑顔の絵が描いてあるやつ？これレオが好きなお菓子だよ。レオが一番好きなのはじゃん、片揚げお寿司味。開けて食べる。うん。開けるよ。あれ？入るぞ。開いた。マヤにも。うん。僕いっぱいある。